おほここが今の市場ですか？記憶にあったものとはだいぶかけ離れていますね。How long have you been in there? 町の店も商売をしている人もあの当時とは全く違います。将軍様、どうして将軍様がここに？将軍様は病気じゃ。どうして急に？どうやらここの人たちを驚かせてしまったようです。I think it's not really frightened. That's not really the correct word, I'm pretty sure. 将軍様が急に現れたら驚くのも無理はないな。町の見回りは天領奉行の仕事となります。将軍が処理すべき情報や下すべき指示はとても多いため、自ら出向く時間がないのです。それに将軍は休息がいりませんので、暇つぶしや気分転換をする必要もありません。そうだな。なあ、どうする？一旦ここを離れて騒ぎが収まった頃にこっそり戻ってくるか。いいんじゃない？どうしてですか？私は何も面倒を起こしに来たわけではありません。気にする必要はありませんよ。心配してるのはここにいる一般の人たちの方なんだけど。まあいいか。そういうのもお前らしいもんな。今も民たちは交渉にモラを使っているんですよね。おお、これは今も昔と同じだ。キラキラしてて魅了されるよな。って待てよ、まさかエイもモラがないってことはないよな。もちろん持っていませんよ。一身浄土では需要がありませんので。何か品物が必要な場合は奉行衆に送ってもらえばいいのですから。 What is up with Arkans, man? しかしどうして私もなんでしょう。別に皆さん規律正しく過ごしているようで、あなたの言った賑やかが全く感じられません。おや、ここの屋台は何を売っているのでしょうか。将軍様の前で賑やかになれないよな。見たことのないものですね。They should have made it so that she's like, you know, for example, like she stops in like this direction to see like the stalls and like whatnot. That was way too quick, man. That was way too quick. Like, even if we were just both like, I was fully walking, by the way, so. 将軍様、これは失礼いたしました。いいえ、そうかしこまらず。本日は気分転換に来ましたので、少し。見るだけです。That's so out of character, man. まあ、将軍ね。あなたの売っているものを私に教えていただけますか？もちろんです。僕がここで売っているのは食べ物です。たこ焼き、団子、それと、牛乳とか。あ、その中に牛乳が混じってるなんてなんか変だな。あなたの感じ取った変は僕がわざとつけた特色なんです。城には悠久の歴史を持つ老舗がたくさんあって、僕が何を売ろうとそれらにはかないません。ですので僕は目新しい組み合わせを作り、お客さんに新鮮な体験をしてもらおうと決めたんです。 Why can't we go to him and buy milk then? Fuck. 例えば僕が最近開発した団子牛乳。団子を練りつぶして牛乳によく溶け込ませたものです。なんか美味しそう。味もさることながら全く新しい奇妙な食感も楽しめますよ。団子に牛乳？聞いたことがありませんね。どうしてこのようなものを考えたのですか？
申し訳ございません、将軍様。決して永遠に意見があるわけではありません。かしこまらないでと言ったはずです。そんなに恐れおののく必要はないんですよ。私の追い求める永遠が団子と牛乳によって揺るがされるものではないでしょう。あれ、なんだか噂に聞いた将軍様と少し違うような。実は僕も思いついたのは偶然でした。ある日、友達がお客さんのおもてなしをする際、団子を作りすぎてしまったらしく、食べきれないからと僕にくれたんです。 You know what? I'm sorry. It's sort of out of topic of this. Out of like this sort of 団子 thing. But I really want to see Toma meeting A. Like, that would be an interesting scene. しかし僕にとってもその量は多く、で、ちょうどその時、僕の店でも牛乳が売れ残っていることに気づきました。そして団子も牛乳も日持ちしない状況だったのです。そこで試しに2つのものを混ぜてみたところ、ちょうどいい塩梅で混ぜることで意外にも美味しいことが分かりまして。 Dude, I'm in the mood for 団子now. 偶然からなるもの面白いですね。私にも一杯いただけますか。一杯？将軍様にご興味を持っていただけるなんて。はい、もちろんです。あなた方も一杯どうぞ。 Let me buy from your, like, stall, please, Mihoyo. There's so many food vendors, but, like, none of them are, like, available for purchase and stuff. Like, why? 甘くて美味しいです。それと、もっちりとした食感も不思議な飲み心地ですね。Oh, he can definitely use that now for marketing purposes. Shogun-sama drank my... Not gonna continue that sentence. I'm not gonna continue that sentence. そうだな。飲み物は飲んでるのに、なんか食べてる感じだ。おかゆみたいな。全く同じとは言えませんが、どうであれ好みの味です。ありがとうございます。こんなに美味しい団子牛乳、さぞ売れ行きもいいのでしょう。いえ、その実は売り上げは全然。 Because Mihoyo doesn't even let usBuy it from you, man. I'm sorry, bro. But I mean, hey, man. え？よくないんですか？どうして？その、実際に飲んでくれた人の評価は結構いいんですが、ほとんどの人がこの組み合わせをおかしいと思っているようで、口にすらしてくれないのです。あ、別に将軍様の感覚がおかしいということではないです。お気を悪くしないでください。そうでしたか。それなら簡単です。シャブ業の人に何百杯か購入してもらい、一人一人に配ってもらえばいいでしょう。えいよいえいえいえ、将軍様、それはいくらなんでもやりすぎかと。やりすぎですか。皆さんにも試してもらいたいと思っただけですが。団子牛乳を飲んだことがないというのは非常にもったいないことかと。それは至極当然なことです。人間は皆甘いものが好きだと聞きました。私が甘味を食べることもおかしなことではないでしょう。ミコもそう言っていました。Oh my god. The thing is, I'm very speechless because, like, again, like, I knew from the arc and already because, like, you know, A and, like, the Raiden Shogun is, like, a separate entity, pretty much, right? But still, the amount of, like, the difference, like, oh my god, it's... やはり甘味は気分を良くしてくれますね。一人で考え込んでいた時よりだいぶ気分が良くなりました。
そういえば、以前巫女が言っていたのですが、八重堂を立ち上げて娯楽小説を売っているとかなんとか。I knew it. She wasn't lying when she said that. She, I meant, you know, Yae. それでいつも私に自慢していたのですが、私にはそれがどんなものなのかすらわかりません。ちょうどいい機会ですので、私をそこへ連れて行ってくれませんか？いいぞ。いろんなものを見てみよう。We now buy stuff from Tomoki? 将軍様が僕の団子牛乳を気に入ってくれた。よかった。もう諦めようかと思ってたけど、本当によかった。I'm very happy for him. But still, let me buy something from this. Like, dude, there's one here, there's two. Wait, no, there's one there.I'm pretty sure there's like one more below or something. Like, it's annoying. Cause, like, I can't do anything, you know? Like, they're just there for decorations. It's sort of a waste, you know? Shogun sama? Shogun sama, jikijiki ni Yaedo ni irasshar nante. Nanika, jūdai na dentatsu jikou demo? Ie, sonna ni kashikomarazu.ただ見に来ただけです。くっそかわいい。やべ。申し訳ございません。何のことかさっぱり。管理方面のことでしょうか。それとも出版規範、もしくは消防問題など。将軍はただ単に本が読みたいだけなんだ。将軍様が娯楽小説を？ええ、何かおすすめの本はありますか？八重堂の小説は主に一般向けで、内容も奇烈なものが多く、将軍様の趣味に合うかどうか。あくまでも試みですので、同じものばかりでは意味がありません。安心してください。文字で書かれた物語である限り、理解できないということはありませんよ。それはそうですが。大丈夫だ。理解できなくてもオイラたちが将軍に説明してやるぞ。わかりました。では最近の話題作が置かれているあちらの本棚までどうぞ。中にはこの小説はすごいの受賞作品もあります。つい最近その作品をまとめて売り始めたんですよ。まあそこまで深く考えず楽しんでいってください。わかりました。では行きましょう。どういうことでしょう。私が甘く見ていたのでしょうか。 You read?本に書かれた文字や単語はわかるのに、つなげて読むと意味が理解できません。例えばこの、天聖ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった件について。OK。名前が長いですね。Oh, done, dude. Oh my god, Mihoyo. ヒルチャールは本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか。少なくともお肉を食べる必要があるはず。Oh my god. これはこの本の設定だぞ。It's a parody, though. Oh my god. Mihoyo, man.I swear, when it's like this, right? The writing, like, when their writing is top tier, like, it's top tier, you know? Like, so good. 設定とは? What if the author wants it to be? 設定は何に使われるのですか? 事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか?
それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず。作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうか。面白いなこいつ。ぐい、なんで黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がする。あ、こうしよう。オイラたち二人が分かりやすい小説を選んでお前に聞かせてやるよ。分かりました。私はいろいろな本を読んできたつもりでしたが、このような物語を読むと何に注目すればいいのかすら分からなくなってしまいますね。ですが期待はしています。巫女らしさが伝わってくる、きっと面白いものだと思いますから。じゃあオイラたちに任せろ。ちょっと待っててくれよな。結構難しいと思うけど、とりあえず見てみよう。 Pick a suitable light novel. Reincarnation Adventure Story. Daily Life Romance Story. Liyue Martial Arts. I'm probably gonna go with Liyue, but let's start with the top one.Reborn as Raiden with unlimited power. In this book, the protagonist is struck by lightning beneath a thunder sakura and wakes up to discover that he has become the Raiden Shogun. Okay. Prior to this event, the protagonist is a nobody who gets bullied by everyone, but after becoming the Raiden Shogun, he acquires unlimited power. The appeal of this one probably lies in the euphoria of going from powerlessness to omnipotence, and in the protagonist's inner journey to finally breaking free from their low self-esteem.It's hard to see how the story would develop after the protagonist becomes the Raiden Shogun. こんな題材まであるのか。道理で黒田が怖がってたわけだ。True. この物語は A に聞かせない方がいいと思うぞ。作者が責任を問われるかもしれない。I think it's quite original. It doesn't paint the Shogun in a bad light. Are these the like choices, like yes or no? God, I think it's quite original. もし誰かがオイラになってオイラがやらないようなことをたくさんやったら、なんか変な感じがしちゃうだろう。あ、それはそうだけど。あ、次は read a daily life romance story.The chaotic epic that is the tale of my youthful love life. Okay? This book is about the love stories between a very mediocre man and seven beautiful women. Aremuka. Chronological account of the protagonist's daily life featuring many amusing anecdotes. Writing is solid, the prose is elegant, and the author brilliantly brings out the unique charm of each character in the story.The story stops at a crucial moment when the main character's childhood sweetheart is just about to confess their love to him. そんなのありかよ。ちょっと見ただけだけど、この女の子は小さい頃から主人公のことが好きで、自分のすべてを捧げてたみたいだぞ。そうだな、小説だし。作者がいい人でありますように、作者がいい人でありますように、作者がいい人でありますように。That's literally me whenever I read something that I like. 物語は結構面白そうだけど、 A はこういう一般人の恋愛は理解できるかな。そうだな。Alright, last one. This is probably the last, like, probably the only one that we can actually give to her. Life made me a fighter when I just want to be a writer. Ooh! Story is set in Liyue, focusing on fighting between different gangs. The protagonist aspires only to become a humble novelist, but gets caught up in the world of gang strife because of an unparalleled, martial arts ability.The selling point of the story is that the protagonist never joins any faction, but is constantly assumed to be the reclusive master of one faction or another. Ooh. Martial arts pros who see the protagonist as their enemy are always making a scene. The protagonist is stuck in the middle of all of this, all the while clinging tight to the dream of becoming a novelist. 変なやつだな。
どうして娯楽小説作家にこだわるんだ? It seems like it's a based on a true story type story. Great. そんなにすごいんなら、部の道で楽々1位になれるだろう。それもそうだな。願いを最後まで貫ける人なら、エイの心にも響くはずだよな。I mean, dude, when I was reading that, I was like, yo, I hope MiHoYo actually sort of, you know, releases this. That seemed pretty interesting. やっと読み終わったな。頑張ってエイに聞かせてやろう。その顔からしていい物語に出会えたみたいですね。The martial arts story.今のリーユエに暮らす者の心はこんなにも複雑なのですか。それに対して主人公は自らの才能を直視したくないようですが、稀に見る正義感の持ち主でもありますね。今はどこにいるのでしょう。稲妻へ来るつもりはありますでしょうか。ぜひ奉行衆に彼を招いてもらい、彼と一勝負してみたいものです。パイモンズフェイス literally describes me right now。 これは架空の人物だから現実には存在しないぞ。それよりも注目すべきなのは悪役の方だろ。ああいう悪どいやり方をした奴らに対して何も思わないのか。悪役？愚かな人たちのことですね。悪者であれば最後に裁きを受けるのも自業自得でしょう。どうやらエイは脇役に全然興味ないみたいだな。エイは八重堂の娯楽小説に対して何か感想はあるか。オイラたちの選んだ物語はどうだった。好みに合うものだったか。具体的な内容よりも物語から感じ取れたのは時間が稲妻に残した痕跡です。私が一心浄土に長く居座ると決めた頃はまだ八重堂というものはありませんでした。ましてやこのような物語の存在も。将軍は私の意志に従い永遠の国を作ろうと最善を尽くしました。ですが今食べ物も物語もすでにだいぶ違ったものになっています。 Sorry for skipping. その考えには同意できません。もし私たちがまだ一心浄土にいればきっとそう答えていたでしょう。しかし事実が目の前にある今その現状に異を唱えるわけにはいきません。お前に新しい考えを持ってもらおうって考えたからこそ外に誘ったんだ。記憶とは違うものみたいだけど、みんな今の生活を楽しんでる。これはきっと間違いじゃないはずだろ。ええ、その通りですね。私は変化の一切に慎重な態度でいましたが、永遠を追い求めたいと思ったのは決して人類の進歩を止めようとしたからではありません。あなたたちの誘いを受けて本当に良かったです。こうして外に出られてたくさんの収穫を得られました。あ、それはあなたがこういうことに慣れているからですよ。私にとって今回の旅は相当価値のあるものでした。 Yo, if you guys were to be using, if you guys are using headphones, you, I mean, that 私にとって was so soft and like it's so close to my ears. Holy shit. たくさんのことを拝見し、たくさんのことを考えられました。いくら褒めたたえても、いくら振り返っても
足りないほどです。What is this? そうだな。映画楽しめたのなら、記念となるものを残した方がいいもんな。撮影？一体どうしてそう。私が聞いたことのない言葉ばかりが現れるのでしょう。大丈夫だ。オイラたちについてきてくれ。景色のいい場所に行けば、オイラたちが何をしたいのかきっとわかるぞ。 Okay, where's the scenic spot? Where? その、今から何をするのですか？ Hey, cheese! お前のために写真を残すんだ。具体的な操作はオイラたちに任せろ。お前はそこに立ってポーズを取るだけでいいぞ。簡単に言うと、写真は今この瞬間のお前を記録することができるんだ。何かの記念に残すにはぴったりだぞ。ポーズを取るとはどういうことでしょう。なるほど。つまりあなたたちに向かって見栄えのある格好を取ればいいのですね。よく考えるとなんだか恥ずかしいですね。いやいやいや、そこまでは。どうすればいいのでしょうか。何か私に案をください。見栄えするものがいいですが、大げさすぎるのは避けていただけると。でないと恥ずかしくて仕方ありません。気楽ならこうでしょうか。肩肘を張りすぎない楽な姿勢です。 Hey, you know what? Let me just see the other ones, I'm pretty sure. わかりました。ここはあなたが決めてください。 Graceful and dignified. ここうでしょうか。Okay. わかりました。ここはあなたが決めてください。 Is it the one that's with the hand thinking? 少し慣れませんね。 Oh. こうですか。Okay. わかりました。ここはあなたが決めてください。気楽ならこうでしょうか。肩肘を張りすぎない楽な姿勢です。はい、ではお願いします。いい角度を決めてエイを記録しようぜ。 Wait, the fact that we're actually able to... So photo is an impression like casting a window fascinating on running to the left today. Let's get this underway. I mean... なんかすごいな。I hate how I'm so into this, man. これは不思議ですね。砲術の一種でしょうか。この中にもう一人の私を複製したのですか。しかし動かないみたいですね。話もできないようです。先ほどまで体がこわばっていてあまりよく撮れていないと思っていましたが、今見てみると想像よりもだいぶ自然な感じで撮れているように思えてきました。全く同じ姿勢で、そして背後の風景も一体どういう仕組みなのでしょう。それがこいつのすごいところなんだ。少々お待ちを。まだ原理を理解することができていません。もう少し説明を。 You know, I really like the fact that it's just true to the nature of it. Like, you know, pretty much it's like she's been in a slumber for how long, right? And then like she came back into this type of like world where she doesn't know
anymore, you know, like she doesn't recognize anymore. It's interesting. It's very good. It's very good writing. つまり、この中にいるのは私ではない。私ではないのなら、どうして私と全く同じ姿なのでしょう。そしてもし私であるなら、今の私とは一体何なのでしょうか。これは、オイラの回答能力を超える質問だ。お前にバトタッチ。そうだぞ。お前は将軍を自分のことだと思ってるのか。もちろんです。今まで稲妻の管理を他の人に任せようと思ったことはありません。じゃあ今のお前は何なんだ。それを言うなら、私は私です。疑いの余地もないことでしょ。私の存在、なんだか分かってきたような気がします。 How? But okay, you know what? 私は私であり、一人しかいませんが、無数の形で存在することができるのですね。どのような形で存在するのかはあまり重要なことではないようです。例えば将軍は私の存在する形の一種であり、彼女が私であるかどうかという問題は決して彼女の体にある部品によって決まることではありません。そういうことなら、この写真もお前の存在する形の一種だな。ええ、永遠を追い求める私でさえも存在の形が変わり続けていたのですね。そうであれば、一体どうして稲妻に、そして稲妻で生きる一人一人の方に普遍を要求できるというのでしょう。今回あなたたちとの旅で見たものは全て私の認識外にあるものでした。はあ、お恥ずかしい一面を見られてしまいましたね。あなたたちにはわからないと思いますが、これらは私の認識に大きな衝撃を与えたのですよ。もし今回見聞きしたもので定義するのなら、今の稲妻は私の印象とは大きくかけ離れたものになっています。 You know what? I just want to say, like, straight up, whatever it is that Mihoyo took as inspiration for Inazuma, that guy, like, who picked the inspiration, dude, yo, that guy deserves a raise.Or something. Maybe he's like the founder of MiHoYo, like one of the three, but I mean, yo, that guy's a genius. This is what you call good writing, bro. ですが、決してそのような理由で今の稲妻が稲妻ではないと否定してはなりません。メガリレー、千住百目心臓、これらはすべて永遠に追い求めるために生まれたもの。もし私自身が永遠に近づいていたら、このようなことは起きなかったでしょう。私は全てをきつく縛り付けすぎていたのでしょうか。どうやら分かったみたいだな。今回のオイラのガイド、すごく価値のあるものになったみたいだ。カマジ様、カマジ様。一平。お、なんか人が騒がしいな。一平みたいだ。どうしたんだろう。天領奉行の人ですか。そうみたいだ。何があったか聞きに行ってみよう。Right. Well, that was way too long. I should really stop it now. So, The thing is, it's already been an hour. I don't know what the hell am I supposed to do. But yeah, hopefully you guys enjoyed it. Thank you so much for watching. It's been Sage. And I will see you guys in the next one.